キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、後半戦です。はい。前半戦、うん、6球団。あ、5か、ま。今日が前半戦最後か。はい。ということでね。はい。今日お送りするチームはこちらです。どうぞ。カープ、カープ。ちょっと高く息ついちゃったな。だいぶ高くから入ったね。カープ、カープ、カープ、広島、広島、赤アップ、じゃん。ってことで、はい。そっからでしょ。え、何ですか。今の前奏みたいな感じじゃん。そっから。これサビです、サビ。あ、だから次は何ですか。ん、何ですか。じゃあ、あの、その次。それは俺は知らないよ。いや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 、 A メロって意外と出てこないんですよ、聞いててもやっぱり。俺ひどいやろ、知らんって。普通に言うから、ね、知らないに振るんですよ。はい。空を空を泳げと、天もまた胸を開く、今日のこの時を確かに戦い、遥かに高く、遥かに高く、栄光の旗を立てよう。カープ、カープ、カープ、広島、広島カープ。はい、ちょっと音程ずれたかも分かんないけどね、うん、なんか合ってたかな。はい、ということで今日は広島カープですね。はい、カープね。はい。交流戦、うん、絶不調で今交流戦ね、今日6月6日時点は最下位っていうね、はい、大瀬良森下、はい、ここまで躍動してたセリーグ相手には、うん、はい、ピッチャーたちが軒並み打たれてしまうっていうね、はい、まあ、残念な形のね、交流戦に現状になってますけど、そうですね、あと組もね、なかなか得点が入らないっていう、ね、そうどうしたんやっていうね、うん、ところで、はい、カープ、まあでもね、全体的に言うとね、まあ鈴木誠也が抜けた穴っていうのもね、はい、今ライトに中村翔成が入ってね、はい、中村翔成いいバッティングしてるし、うん、まあ、センター、まあ、前半戦はね、はい、西川1番に入れて、下位から上本、西川のね、いい流れが良かったけども、ちょっと上本がね、落ちてきて、まあでもね、また上がってきたんだよね、はい、まあ、そういった意味でもね、あと盗塁阻止がない、なかなか上がっていかない。あ、うん、あれ、袴田さん、はい、岩塩ついてるんだよ、岩塩、耳に岩塩。石のピアスなんです。岩塩、だから石は合ってます。石なんで岩塩じゃない、これ吸ったら塩なんじゃないの、なるかもしれないです。塩ではないです。違うの、はい、かわいくないですか、角砂糖、角砂糖違います、ほんと石ピアスです。石なんです、これちゃんと。俺今初めて気づいた。確かに、これで書いてたから、こうやって岩塩って涙しょっぱい、これあれやろ、夏に熱中症にならないように、何かあったらペロって舐めて、こうやって違います。可愛いでしょ。はい、さあ、っていうところでね、はい、今回はですね、皆さんにお伝えするトレードに出してあげた方がいい選手、はい、第1巡目選択希望選手、うん、磯村、はい、あれすごい、あれ去年磯村選手って言ってた、そう、もう常に磯村言ってるよ、もうそろそろ、はい、もうだって、はい、相澤使って、はい、まあ、坂倉は交流戦、うん、サードにもう限定してみたいな感じで、うん、はい、でも最近中村翔成もキャッチャーに出てきて、はい、石原もいて、はい、で磯村って、うん、もうほぼほぼもったいなくないっていう、そうですね、うん、でしかももう今一軍いないからね、うん、今はだって坂倉、相澤、中村、石原で4人体制だからね、はい、でもちろん坂倉と中村は出てるけど、うん、何かあったらそこからもコンバットしてキャッチャーもできるわけよ、はい、で磯村使わないでしょ、うん、もうじゃあいいんじゃない、もう、もうそろそろ他のポジションできてキャッチャーできる方がいたらね、キャッチャー専門の方は今ね、そうありますよね、うん、もうそろそろいいんじゃない、うん、もうだって磯村ももう今30歳の年ですね、今年、そう今年ね、うん、だからもうそろそろいいんじゃない、はい、佐藤さんいつも押してますもんね、磯村選手、ね、そう、うん、だからそういった面でもね、はい、磯村すごい勉強してるのよ、はい、他の
アスリートの人たちと勉強会参加したりとか、はい、いろんな他の競技の人とかといろんなコミュニケーションを図っていろんなことを吸収しようとしたりとかね、うん、はい、いろいろ頑張ってんのよ、はい、だからもったいないよこんなここだ。なんで知ってんですか、設定勉強会出てるとか。それは俺も携わってるから。あ、そういう場にいるわけですね。で頑張ってんだからさ、はい、うん、でも使わないんだったらね、うん、まあ使わないよねそんなに多分、まあ今そうですね、複数ポジションも守れてっていうところになると、うん、俺はもう磯村だ、もうそろそろ、はい、それで足りないところを取ってきた方がいいんじゃないのって俺は思うね、うん、はい、磯村欲しいところあると思うよ、うん、いっぱい。まあそうですね、うん、正直ね、うん、で続いては葉月亮太郎。葉月選手、はい、うん、まあ、葉月もね、はい、2軍ではっすね、うん、2割5分3厘、まあまあ手腕で足もあるしね、はい、しかも内外野守れる UTT プレイヤーなんだけども、うん、上本とキャラカブするんだよ。あ、なんか明るい感じの、うん、そうポジション、あ、ポジションが内外野守れてみたいなね、うんうん、はい、でまあ左右違うけど足もあって、うん、はい、あのいろんな作戦もできるっていうところでは、うん、まあ、そこキャラカブリするっていうところで、まあこういう選手ね、UTT 守れて足もあって小技も効いて使えるっていうのは多分どこも欲しいと思うんだよ、うん、そういった面ではもし使わないんだったら俺は葉月はいいかなっていう、うん、もしくは葉月がダメなんだったら、はい、大森実外野手、大森選手、うんうん、こちらもねパンチ力あったりとか手話の打撃でね、はい、足もあるし、うん、俺はまあどっちかはいいんじゃないのっていうね、はい、感じがしますね。そうですね、出してもしかも、うん、あの今一軍で言うと、はい、外野はね、うん、今センターの間でライトが中村翔成、はい、でレフトが堂林出たりとか、うん、あとはウグサ、中村、松山、長野、うん、っていうところがまあいるわけよね、はい、ってなるとなかなか出番もないじゃんね。うん、で上本とかともキャラかぶりするしね。そうですね、うん、いやなんかキャラかぶりって、うん、あの性格のキャラかぶりするのかと思っちゃって、ポジションだからポジションとか役割分だ。はい、いや葉月選手すごいなんかムードメーカー的な感じのすごい明るいっていう風にね、なんかあれなので、だから葉月と大森はどっちかいいんじゃないのかなっていうね、うん、そうですね、うん、大森選手私あの飛龍高校静岡産業大学なんだ、うん、そうそうそう、はい、だから活躍したとこ見たいでしょ。見たいです、大阪出身ですけどね、うん、カープじゃなくても、はい、ね、うんうん、あとはねまだいます。あ、まだいらっしゃる、はい、はい、どちらかね、はい、中田蓮、菊池、うわーそこ、はい、菊池投手も、うん、どっちか、はい、2軍では中田蓮選手、うん、防御率 1.88、 菊池選手 2.38、 おどちらも10試合以上投げていい形で、ね、いいですね、抑えてるんだけども、はい、だけどもよ、うん、広島は今リリーフが森浦、栗林、矢蓋、ケムナ、堀江、矢崎、松本、ターリーっていうところでね、うん、はい、投げてたら、うん、であとはその昨年ね新人の大光選手だったりとか、はい、ピッチャーで言うとね、であとはあの玉村とか、うん、高橋光也とか、はい、森とかね、うん、で中崎とかね、はい、まあいるわけ、いますね、で島内もね、はい、ちょっと1軍中2軍したりと、うん、で山口とかもいるわけじゃんね、はい、で俺は本当は高橋光也でもいいかなと思ったんだけど、うん、左の先発が床田しかいないから、はい、でまあ玉村と勝負だからまあまだ置いとこうかなっていうところもあって、左って意味で残しとこうという、でもリリーフで使わないと中田と菊池ね、うん、今ちょうどもう売り出し中です。はい、中田投手が32歳、うん、で菊池康則投手33歳、そういいじゃん、はい、年齢的にも、で今2軍もしっかり抑えてるから、うん、リリーフがちょっと薄いところとかね。菊池投手楽天からトレードで行ったんですけど、じゃあ楽天再トレードでもいいかもね、楽天今ねちょっとリリーフがあのブセリッツね、はい、怪我していないし、うん、ちょっと今バタバタしてるから、はい、菊池いいんじゃん、経験もあるし、うんうん、別にどこでね、はい、出戻りだろうが別に一方通行だろうがね、はい、トレードで戻ることってあるんでしたっけ。だってサブローなんてトレードで巨人行って FA でロッて帰ってきてくる。そうですね。でもトレードで行ってトレードで戻ってくることって あるんですかね。まあ今思い出せないけど、はい、あんじゃない誰かはね、あるんですかね、ひょっとしたらね、うん、うん、はい、分かんないけどね、トレードで出しちゃったけどやっぱり欲しいってトレードで戻すみたいな、うん、だからそういった面では、はい、いいかもわかんないよね、うんうん、あとはアドワとかね、あーアドワ、はい、この3人の中の誰か、アドワはね今23歳、はい、今年4歳、若いですね、6年目、うんうん、これはいいと思うね、
はい、で今足りないところを取ってくるっていう、ねうん、ところではそうですね、まあ、でも絶対欲しいところありますからね、うん、そうそう、しかもいい形でできてるしね、うん、で、まあ、一軍もね、はい、あの矢崎とか今も頑張ってるし、うん、で、まあ、栗林 も絶対的だし、はい、っていうところではね、ちょっと固まりつつあったりもするんでね、で、はい、ケムナはまあロングもできるからいるしね、うんうん、そういった意味では使わないんだったらね、使わないんだ、俺何回も言うけど使わないんだったらね、はい、トレードに出してあげてもいいと思うし、うん、はい、もしバタバタしてんだったら使った方がいいんじゃないのっていうね。すごい広島結構名前出しましたね。そうそうそう、うん、それだけいい選手がいるのよ。そうですね、もう若くてね、なかなか出られないけどいい選手っていう、そうそうそう、うん、だからそういった選手がいるのは頼もしいよね、はい、でも一番出してあげた方がいいんじゃないのって思うのは磯村、はい、まあでもキャッチャーできる人いっぱいいるしっていうところで、うん、そうだね、うんうん、そういったところではまあチャンスを与えてあげてもいいかなと思います。はいはい、はい、それでは最後にカープの応援歌を歌ってお別れしましょう。どうぞ。カープカープカープ広島広島カープ。